も寂しがるでしょうし、たまには家に帰ってあげないと。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。クルシュバー、どうしてくれんだよこの状況。怒らないでよ、私だって悪気があったわけじゃないんだから。そうだ、アクアをあまり責めないでくれ。元は私がさらわれたせいだから。とうとう手に入れました、最強の古代兵器トールハンマーを。トールハンマー、高く売れそうだけど危ない香りがするわ。ゲームや映画なんかで聞いたことあるぞ。確か雷を使う神様の武器とかそんな感じだったような。すさまじい魔力を感じます。どうしようどうしよう、大ピンチじゃない。みんな私の後ろに、攻撃は私が引き受ける。おいメグミン、倒れてる場合じゃないぞ、早くここから逃げ。あれはクオマ族の金銭を刺激します。カズマ、私をトールハンマーのもっと近くに、近くで見たいです。あの、自分で言うのもなんですが、危険な兵器なのでもっと恐れおののいた方がいいのでは。ちょっと間近で見せてください。さあカズマ、近づけるわけないだろう、あんな見るからに危険なもの。早く逃げるんだよ。やれやれ、まったく、あなた方とやり合うとこちらのペースが狂いますよ。ダニエル様、ついにやったのですね。ええ、あとはここにいる冒険者たちにとどめを刺せば終わりです。もちろん踊り子は丁重に扱いますけどね。一度は追い詰めたと思ったのに。残念ながら、もはやあなた方に勝機はない。そのことを分からせてあげますよ、今すぐにね。うなれ稲妻よ。おいおい、なんて力だよ。めぐみの爆裂魔法すら耐えた城が揺れたぞ。カズマさん、あれはかなりヤバい気がするわ。あの稲妻にかすりでもしたら黒焦げで灰になっちゃうわよ。結界の魔法でもあんなの耐えきれそうにないですし。それどころか、こんなのが世に出たら大変なことに。今さら恐れをののいても遅い。ダニエル様、もう一発お見舞いしてやりましょう。どうしてダニエル様が感電死しかかってるんですか。わかりません。しかしこれは大きな誤算です。一体どうしてこのような。うわ、ダニエル様、ここに兵器と一緒に復活した取扱説明書があります。説明書？古代兵器に説明書がついてるなんて一体どういうことだ。今回はトールハンマーのご利用誠にありがとうございます。トールハンマーは古代の言葉で打ち砕くものを意味します。凄まじいエネルギーの塊であるため、生身で使うのは危険です。そういうのは使う前に言ってほしかったですね。ま、読まなかった私の落ち度でしょうか。安全にご使用いただくには手袋型の魔道具ヤールングレイプルを併用してくださいとのことです。必死で手に入れたものの、
それ一個じゃ効果を発揮できないとか、悪徳商法みたいな古代兵器ね。なお、ヤールングレイプルは遥か北にあるウォルム山に安置されています。チャーリー、それは言わない方が。ああ、お前ら聞いたか。ええ、この可愛いお耳でバッチリとね。あんなものを自由にさせては民衆に危険が及ぶ。私たちが先に見つけてトールハンマーを無力化せねば。おやおや、逃げられるとお思いですか。疲弊した今のあなたたちならチャーリーでも十分倒せます。任せてください。口を滑らせた死体を取り消すためにも。くそ、めぐみの爆裂魔法はもう使えない。こうなったら。あんた頼んだ、あのベルディアに使ったやつを頼む。本当にいいのね。行くわよ、セイクリッドクリエイトウォーター。この巣場。なんとか逃げ切れたか。あの兵器をダニエルが自在に操れるようになったら大変だぞ。世界の危機といっても大げさではないかもしれない。ねえ、これってあなたたちのパーティーの責任よね。私は無関係よ。俺たちだってたまたま居合わせただけで無関係だ。そうよ、私はむしろ被害者よ。みんな言い分はあるだろうが、ひとまず兵器が復活してしまったことをギルドに報告すべきだろう。この巣場。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。この巣場。一振りで雷を呼ぶ古代兵器ですか。ああ、ダニエルがあの力を自由自在に使えるようになったら、はっきり言って相当やばい。近くで見てたけど、威力はおそらく爆裂魔法以上じゃないかしら。爆裂魔法以上？そいつはやばそうだな。もし連発できるようになったらほぼ無敵じゃねえか。でも、そんなとんでもない兵器がどうして今になって復活を？それは一言で言うと、これまで姿を見せなかった麗しき女神がついに降臨し。なんでもない、なんでもない。ダニエルのやつがようやく儀式を成功させただけだ。古代兵器の復活に俺たちが関わってることがバレるのは避けたい。終わりの始まり、始まりの終わりか。カズマさん、ご報告ありがとうございます。ただならぬ事態のようですね。アクセルの街だけで抱え込める問題ではありませんね。早速ですが、オートにも連絡して対策を練ります。頼む、オートの軍勢が来てくれれば心強いからな。だがあまり楽観視はできないぞ。仮に援軍が来てくれるとしても時間はかかるはずだ。ダニエルさんは魔王軍にいた時から行動力がすごかったですから、すぐにでも攻めてくる可能性はありますね。心配はいりません。いざとなればこの僕とマケングラムで何とかしてみせます。人々を危険から守る、それが僕の役目ですから。かっこいい。
ちょうだい。そして私を養って。え、ちょっと、三つるぎさんの言う通りだ。人々を守るのが冒険者の役目。それに世界の危機は冒険者全員の問題だ。え、三つるぎさん、三つるぎさんって言ったのか。カズマの言う通り、世界の危機は冒険者全員の問題よね。世界の危機を救ったら金も女も思い通りになりそうだな。俺も冒険者として手を貸すぜ。ああ、みんなで頑張ろう、世界のために。自分が関わっていたことをうやむやにしてみんなで頑張ろうだなんて、はあ、さすがね。ちょー、ガイアは黙っててくれませんかね。はいはい、まあ私には関係ないものね。城にあったお宝を監禁でもしてくるわ。それじゃあね。洪水の中でもお宝を持ち帰るのを忘れないとは、あいつはトレジャーハンターの鏡だな。このそば。しかし先ほどのカズマはかっこよかったですね。世界の危機、これは冒険者全員の問題だか。カズマらしからぬ発言だが、どういう風の吹き回しだ。どうせカズマさんのことだから、またよからぬことを考えてるに決まってるでしょ。誰のせいだと思ってるんだよ、このダメ神は。お、なんだアリア。本当にみんなの問題なのかな。元はといえば私がさらわれたからこんなことに。リアが謝ることじゃないわよ。悪いのは腹いせに大暴れしようとしてるダニエルなんだから。でもこのことが原因でコンテストが中止になったら、私のせいでシエロやエイリカの夢が。気にしすぎだよリアちゃん。もしコンテストが中止になっても次の機会があるから。そうよ、本当にリアに責任があるんだとしても、リアの責任は私たち3人のアクセルハーツの責任なんだから、リアだけが気に病む必要ないわ。分かったなら早く元気出しなさい。ありがとう。ちょっと待て、コンテストが中止。まずい、それはまずいぞ。コンテストでリアたちが優勝しないと借金が返せない。ダニエルは俺たちが一刻も早く何とかする。踊り子たちの夢を奪うのは良くないからな。カズマさん、僕たちのために。カズマたちだけに任せるなんて、私も手伝いを。いいから気にするな、俺が何とかする。俺のためを思うならコンテストで優勝してくれ。任せてちょうだい。頼むぞアクセルハーツ、こっちは俺たちに任せろ。ちゃんとコンテストに備えておくんだぞ。このそば。威勢よく単価を切っていたが、どうにかする手立てはあるのか。そうだな、ダニエルよりも先にヤールングレイプルとかいう手袋を俺たちが手に入れればいいんじゃないか。そうすりゃ古代兵器はなんとかできるだろう。当然お前たちにも手伝ってもらうぞ。分かってるわよ、コンテストが中止になったらリアたちもかわいそうだしね。ですが一体どこにあるのでしょうか。ウォルム山とか言ってましたが、そんな場所聞いたことも。ウォルム山ってあのウォルム山か。ごめんなさい、話が聞こえちゃったものだから。もしかして知ってんのか。北の大地にある火山だろ。ミーヤんとこのムーンはみんな知ってるぞ。そういえば遥か北にあるって言ってたわ。獣人の村の近くだったのね。カズマ、行ってみたいならミーヤが案内してやってもいいぞ。あらミーヤちゃん、道案内してあげられるなんて偉いわね。でもウォルム山に何の御用かしら。その山に世界の命運を担う鍵が眠っているのです。頼む、俺たちをそこに案内してくれ。おお、いいぞ。ちょうど野菜も売り切れたとこだしな。モンスターもたくさん出る、とっても危険な場所だから、ちゃんと準備しないとね。
険な場所か。一撃が重いモンスターもいそうだな。楽しみだ。借金返済のチャンスをここで潰すわけにはいかない。トールハンマーを使わせないために奴らより先に手袋を手に入れるんだ。この芝